ション1山チームの好きなものプレゼン、今回は都築雄也くんのプレゼンになります。イエーイ。簡単に説明させていただきます。プレゼンは1人1分、終わったらトークタイムがあり、気になるところがあれば制限時間内にどんどん質問していってください。はい、はいはい。それでは早速都築雄也くんのプレゼンになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速僕から、プレゼンをやりたいと思います。まず僕は寮のメンバーについて、紹介したいと思います。僕たちは、8人で寮に住んでるんですけどまず、寮のメンバーを紹介します。あ、その前に初めてみんなで食べた時の記念の写真です。さあメンバー紹介いきます。1人目、じゃん、多田亮太です。まあ、寮でのポジションは主義的なシェフということで、まあ、料理をすごい作る人です。2人目、上原麻人くん。ポジションは典型的な弟タイプですね。結構寮では変顔とかしてる可愛い子です。そして3人目はじゃん、堀内白雪くん。まあ、彼は寝癖がすごいのでどうしたらそんな髪型になるんだっていう髪型をしてます。続いてじゃん、長尾光大です。彼の作ったオムライスの写真です。そして次いきます。はい、高橋愛希です。写真は、まあ、彼は化け顔を深掘りしているので、まあ、いつも思うのは帽子深いのにめっちゃ視界良好やなっていうのはすごい思います。そして次、じゃん、神谷さんの強制です。数を打ってくるボケマスターです。じゃん、最後に宮沢亮太郎です。寝顔がとてもちょっとやばい顔してますが、こんな感じで僕のプレゼンを終わりたいと思います。それでは、はい、プレゼンについて何か質問やトークなどがあればみんなでどんどんやっていきましょう。ちょっと写真ひどいですね、みんな。確かにね。そうだね。亮太くんだけちょっといい感じだったけど、愛希くんにとっては写真がない。なんでこれ、光大さん、光大に写真がない。自分ですらない。光大さんだね。これ一応みんなに写真使っていいかとかドライブから拾ってきたんですけど、光大はやたら俺一番かっこいいやつにしてくださいあえて顔面使わんとこうとかって一応紹介になるじゃないですか、これってみんなの。確かにオムライスにしとこうと思ってそう、彼これ見たらびっくりするだろうねしかもこれ光大が作ったやつですね。そうそうそう、なるほど。そうだね。そう、めっちゃ自慢してきたからあ、そうなんだ。そう、アイキ君なんで、なんでアイキ君は俺がこれ作ってる時にちょっとかっこいい写真にしてや、ほんま頼むでって言ったから写真使わんとこう思って似てない？似てる、そっくり。これ見せたら爆笑してるこれね、この手はね、確かに。寮では意外とアイキ君っていや、今日じゃんみたいな結構チャレンジポップな感じだから、それをちょっと勝手に意識して。そう、これもひどいけど、髪が方言が強い。タラちゃんってもうタラちゃんに似ている時の鈴木考察がちょっとひどいです。そう、でも意外とみんな寮の中ではこう、なんだろう、普段見せないね姿があったりとか、それこそヒロってすごい真面目な、こう高青年なイメージなのに、朝起きたら玉ねぎみたいな頭ほうれん草みたいな頭して、しかも毎日毎日めっちゃ朝早いんですよ。ありがとうございます。ということで、両メンバーのね、意外な一面が皆さんも見れたと思います。これで都築雄也くんのプレゼンを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。